つの置き忘れがないようにご注意ください。我が支配を望むか、首相なやつよ。あ、どうも、こんにちは。あ、瀬尾さん、こんにちは。わかりです。はい、今日ね、ちょっとクソ暑いですけど、今ね、時間ができたんでゲーセン来ました。暑いうちにね、仕上がる前に頑張っていきたいと思います。ちょっとね、やれてなかったんでやります。カードを登録してください。はい、どんどんやっていきましょう。目標はね、赤字を増やしたい。マッチングエントリー中です。目指せ300。赤字増えないんですよね、もう全然200超えてくると。だから200。対戦相手が見つからなかった。200超えてる方々のね、増やし方をね、気になる、本当に。ただね、気持ちは負けてかな。このカニ変えようかなって。ちょっとチョコレートにカニはね、飽きてきたんで。挑戦者現る。よし、ちょっと元気にやっていくよ。はい、コモン、グヌーです。ジュニュね、ジュニュ苦手です。ジュニュ苦手ですけど、押してこ、どんどん。あー、なんだ、もう2個しかないじゃん。ダメだね、2個だと。でーん、目標10ぐらい稼げたらいいかな。勝機を覚醒させる武将を選んでください。あー、どうなんだろう。こちらでよろしいですか。大丈夫、自陣に部隊を配置してください。私が力添えいたします。そんなに大変そうじゃないけど、ちょっと気をつけないと流されちゃうね。使用する宝具を選択してください。変身再起でいいか。縄文カツラマにしようか。こちらで変身再起カツラマ。なんでカツラマかわからないけど、ちょっとでも早く復活したらいいかなっていう気持ち的な問題。よし、やっていくぞ。燃やせ。あった。その身に流れる虎の血を。外もね、暑いけどね、1戦目なんで。あ、そうなんですね。これはサコサコしよう。それで崩します。仕留める。こら、止まりなさい。これ閉まって出したときにタイミング良さげじゃない？出しちゃうか。そうだね。はい、行こう。わーい。止めててね。行きなさい。オッケー。なるほど。そしたら、それがなくなるから。止めてね。
すべての敵を撃て。やるじゃねえか。ここまで隠しておいた策をお披露目する時ですね。左行こう。間に合わないか。見ててね。で、これ下がればいいな。ランラン入るから行くか。下がろうか。強敵だ。なんだと。あ、そう。私に任せて。今だ。くらやれ。ああ、なんだ、もったいない。タイミングよくやったつもりだけどダメだった。よし。どうしましょう。もったいないね。こういう判断ミス。お前も来い。仕留め。燃えるぜ。燃えるぜ。まだここからだ。こら、止まりなさい。止まりなさい。いいんじゃない？仕留め。燃えるぜ。崩しなさい。はいはい。そうかな。何撃たれるか。容赦なく全ての敵を撃たれた。ね、撃て。5あるの？5ない。あるのかな。なるほど。そうきますか。なあ、なんとも蹴散らせ。仕留めてね。横島の者に屈しません。仕留め。蹴散らせ。やるじゃねえか。蹴散らせ。蹴散らせ。蹴散らせ。ああ上がろうか。もう一回来るか。あー、これはいけないとダメだ。全部違った。とっておきの時間。上まで行こう。今だ。くらやれ。4カウント持たねえかな、あいつ。燃えるぜ。強敵。崩します。燃えるぜ。危ねえ。治癒を磨き、いい決戦に挑むのです。容赦なく全ての敵を撃て。あー、ダメだ。接近する前か。ダメです。ハコさん、いいな。あ、バトラスさん、ワクワル。いやー、ハコってよかった。
完敗でございます。サポートも嫌だね。まあこういう時もあります。次頑張りましょう。もうダメだね、全然。お前も来い。やり直い。はい、まあ初戦なんで次から頑張ろう。ああ、これ闘魂が1個しかないから、まあいいや、とりあえずあと2回やって、うわ24下がる。300どころじゃないぞこれは。進軍しますか。カードを登録してください。はい、頑張ろう。マッチングエントリー中です。ダメね、判断が。対戦相手が決まりました。さあ1個ずつやってこう、頑張って。はい、押してこう、どんどん。天井の声か。これはゴードでいいかな。正気を覚醒させる武将を。これはゴードでいきましょう。こちらでよろしいですか。大丈夫。自陣に部隊を配置してください。私が力添えいたします。そんなにあれじゃないから、高いラインでいいかな。高いラインでゴードで。使用する宝具を選択してください。ゴードのこれでいいか。こちらでよろしいですか。わかんないな、出だしが悪いとこのままボロボロいくと2連敗でね、割れちゃうんですよね。だから連敗しないようにしよう。多分大丈夫だと思うけども。燃やせ、その身に流れる虎の血を。よし、はい、じゃあ早速2点目。フライデー、こんなやるぞ。突撃。さて、天下に向けて歩もうか。あ、カードが違う、まあ、そもそもカードが違う。止めてね。じゃあ下がって突撃。走らせろ。見ててね。止める。蹴散らせろ。お前が来い。蹴散らせ。まあいいか、こんなんで。素早いからスタートか。前の1回目に対しては何も痛くないな。あ、これは嬉しい。俺の時には嬉しい。一回ならん取れる。そのまま
ての敵を撃て。マイナーも入るから。はい。眠れる狼よ、覚醒の時は来た。はい。取れてればいいんじゃねえかな、はい、まだここからだ、はい、赤か我が前には天井への道が敷かれている。容赦なく全ての敵を撃て。いやーちょっと狂ったかもしれない。
躍できるよね。これで全部カード両手でカードパサパサ。ほい見せてね。これで止める。うお、これ勝っても13とかやば。全然分かってない。頑張ろう。進軍しますか。進軍しましょう。あー、熱い。コツ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 カードを登録してください。コツコツ一生しましょう。マッチングエントリー中です。熱い。下がってるわけじゃないけど熱い。いや、さっきの加工トンの方のデッキもう一回当たりたいな。次は頑張らせていただきたい。頑張らせていただきたいが、ちょっと考えないとな、もうちょっと。さあ、ランプついていく。今日の初日、今日の最初のランカーさん来たー。オラピケさん、さっきまでやってなかったのに負けねえぞ。82、俺自分の4倍や。頑張るか。勝機を覚醒させる武将を選んでください。こちらでよろしいですか。大丈夫。自陣に部隊を配置してください。私が力添えいたします。増援でいきましょう。増援勝ち玉なんだよね、目指すは。こちらでよろしいですか。これかな。こちらでよろしいですか。オッケー、頑張ろう。今日1回目のオラスケさん、今日何回、1回ぐらい勝ちたいな。いや、むしろ全部勝つ、頑張って。川族として、孫悟の将として学んだことをお披露目するぜ。あ、外から倒そう。原始。ああ、いいね。全然踏みが悪いよ。踏みが悪いけど。これなんかすごいよね。あれ削れると。でも。消える。消える。オラピケさん、うまい。消える。消える。これはね、絶対勝った方がいい。オッケー。見ててね。知らぬ守るわ。消える。見ててね。まだここからだ。カード間違えるね、今日。お前も来い。消えろ。消えてね。消える。消えろ。止めろ。止めろ。容赦なく全ての敵を撃て。無道と脅威をもって天下を推し量る。怪しいね。怪しいとこにいるんじゃない。ほら
切れる。さすがに切れますよ。なんだと。うん、大丈夫大丈夫。切れる。さすがにもう切れて、そろそろ。間に合わない。やばいかな。落雷できるよね。原子打つけど、あと1回は流行があるから。すべての敵を撃て。当たった。優先は伊達ではないぞ。みんなくらいじゃない。早く敵を片付けないと大変よ。下がろう。OK。危ういか。なんて手を使いやがる。ないないかない。見ててね。見ててね。見ててね。オーケー、下がろう。いやいや、ラクライケアスなんだね。消えろ。
したんでは。接近する。確認雰囲気いったんでは、これは。はい。OK。これはいったね。はい。はい。ああ、久々に勝った。あ、そうそう、腰も潰し合いですいや、久々に勝ったな。27、こういうのがでかい。脱帽が、取りください。あれ、あらやだスカンピン。あらやだスカンピン。頑張ります。頑張ります。はい、どんどんやってきます。しょん。あら、悪い。あ、なんかこれ早田さん、この前はね、ボコモンされたんですけど、今日はね押してきましょう。ちょっと残り組はね、みんな分からせないと。みんなに補習授業させたい。頑張って、今日こそは補習授業をさせたい気持ちで負けるとあれだから。勝機を覚醒させる武将を選んでください。こちらでよろしいですか。大丈夫、知人に舞台を配置してください。私が力添えいたします。ゴードでガシガシいきます。気持ちで負けない。使用する宝具を選択してください。こちらでよろしいですか。ゴードでストーンして戦う。燃やせ、その身に流れる虎の血を。なんか、あ、これ前と一緒、両端真ん中行って。でもこれ真ん中行かないとこうでいい。燃やせ、これ右側もっと振り、左側だけだと。そう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 、あー、そうそうそう、そうそう、それでいいじゃん。今は見んでいい。貫け、スラスラ。ほらほら、大丈夫だよ。筋肉埋めんじゃない、これ。見切った。オーケー、筋肉を持ってやらしてやるぜ。バカ入る、マジか。感情は一
しいぞ。いや、これ張り付いたままにしないと多分ずらさない。目がうずく。キミコが。貫け！接近さ。これ一生懸命守り。ミヒット。貫け！で、キミコでこれでもう一発入る。これ何万枚で？じゃあ下がりましょう。これ完璧じゃない？いいじゃん。ミヒット。はい。間に合わないか。はい。あとは合計こんな感じです。見切った。貫け。で、これ見切った方に。いやー、これすごい。開始。はい。いいです。合計されてもまだここからだ。さあ、ゆっくり戦いましょう。任せな。いや、もうじゃあって戦う。一匹から一匹。打ち出せ。打ち出せ。打ち出せ。え、どういう止まっちゃう、止まっちゃう。打ち出せ。容赦なく。全ての敵を。はい、カイさん、ワコポーです。ありがとうございます。ただね、姫子行ってくるから撃ってくる。もうちょっと遅らせれば、あ、溢れてるんですよ、向こう。向こうさすがに魅力で溢れてる。撃ち出せ。撃ち出せ。撃ち出せ。敵を撃て。貫けね。ラインを越えて進む時です。みんな無事で帰ってきてね。待ってるから約束だよ。貫け！太陽
消え。じゃあ取らないな。貫け。これ。貫け。ブラッキー。これね、もうせっこくいくしかない。ズラッズラッ。容赦なく全ての敵を撃て。勝ってるんで下がりながらやりましょう。はい、大丈夫。腐敗した国を、天下の形を、私が変える。で、東京はちゃんとあれを打とう。打ち合わせ。見ててね。貫け。見ててね。おい。連勝。まず行け。もうちょっと。進軍しますか？マッチングエントリー中です。熱くなってきた。手動かしてみて。いや、今のね、ずっと転身先だと思ってた。対戦相手が見つからなかったため、コム戦になります。大攻勢でもあの時に叩かれたら結構きつかったな。でも叩かれたら叩かれたであれか、警報打ってたな。そうか、大攻勢打ったら大使とかっていうのがバレちゃうから、もう残り枚数でバレたのか。はい、昨日ね、女性当初のところ女性にして101枚多くしてやったんですけどね、女性だとね、うまくいかないんですよ自分。残念ながら残念です。いや、みんな英傑なのかな、やっぱマッチしないね。大丈夫、私が力添えいたします。自陣に部隊を配置してください。これあんま前です、勝てない。使用する宝具を選択してください。さあさあさあ、マッチしなくなってきちゃった。マッチないぞ。そういうもんなの？土日なのにマッチしないとか。その身に流れる虎の血よ。やばい、マッチしないわ。やばい、そうなの、みんな大会か。貫け。
蹴散らせ。さあよ、挑戦者現れ。これもしかしてワンセットゴロとラピケさんっていうこともあるんだよね。これはやばい。これはあ、知ってる。読めないけど知ってる。ラピケさん、疲れ、押してく。勝てば昇格。頑張っていただこう。いやでもそんなに落日さすがでも相性いいってわけじゃないんですよね、自分のこの賞金型だと。勝機を覚醒させる武将を選んでください。こちらでよろしいですか。知人に部隊を配置してください。私が力添えいたします。ただプレッシャーは向こうあると思うから、こっちはね、圧をかけてこう、圧をたっぷりかけてこう。はい、使用する宝具を選択してください。ゴード、これもね、ゴードとこれでいきます。一番されたくないことは落日黄昏を重ねられるところですね。それ以外だったら、落日だったら落日は何も打たずに燃やせ。その身に流れる虎の血を。何も打たないで守ればいいかな。怖い。これね、まあ一回下がるでしょう、向こうは。上がらない。サメ蹴散らせ。サメを飛ばし終了する。サメ蹴散らせ。フラッシュアウトね。蹴散らせね。見ててね。オッケーオッケー、ここの下にはいいんだもん。真に救いを求めるもの、むしろ何も見たくない。与えよう。あ、それはやばいんだよ。死ぬまで戦うんだ。上手にライン上げられちゃった。あーでもワンパンで済んだなら良くない？そんなに死ぬまでは。これこうぶつけて。貫け！あれ？あれ？あれれ？あれれ？あれれ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 ？すべて滅びればいい。ワンパンならいいでしょ。これはずらそう。止まりましょう。でライン整えて。ボード何ラン取って、2ナイラン取ればいいか。私に任せて。容赦なく全ての敵を撃て。これの回避だったら楽。で下がろう。蹴散らせ。はい、下がる。真に救いを求めるもの、報いに破滅を与えよう。ああ、2ナイラン、2回ナイラン取ればいいかな。ちょっと待って、2回ナイランいけた。あれ下がろう。はい、高いだろ。高
階段で下から見るゲームと OK どうぞから入る。相手有限作るから出てくる。自由を磨き決戦に挑むのです。動員じゃないか。敵の刃を砕くのです。容赦なく全ての敵を撃て。黄昏と黄昏は繋がらないぞ。あれれ。蹴散らせ。貫け。貫け。さすがにもうこれこっちは友軍とどうだあれがあるから両サイド抜けて友軍あるから、いやここで撃ってこないと多分ここで黄昏行かないとプラナナだからヤバいんじゃないかな。 OK で張り付いた頃に切れるからプラナナだからそれは問題ない。1回ずつ行きましょう。最初の一発がもう一発入らなかったから勝ったようなあれですね。危ない。ラフ術は多分即軍とか何が必要かな。ボールは俺に集めろ。後悔はとか増援で開幕来たらきついですね。ただ超音型だと増援だったら超音型の方が強いから増援選べないって、自分みたいなのは多分増援のとかが勝てる確率が高くなるんだろうかね。よし、あと一個。マッチングエントリー中です。暑い、マジ暑い今日。汗ダクダク。いやでもこんなにみんなやっぱゲーセン行ってんのかな。よし、験です。レンド使うきっかけは何だったんですか。これはね、こう回復前を5000回使ったんですよ、実は。そしたら、あ、俺回復うまいダメだなってなって、まあ、あとは身近にその
ほらみんなが知ってる純銀スキーをさんがいて一緒にやってて回復前やってました。でなんかもう違うと、そしたらまああとは最近流行りの羽衣ギツネさんにキツネ君にアキさんじゃあ定法やってみませんって言って定法を勧められて、あこれなんか面白いじゃんって面白いところから入った感じです。はい、きっかけはキツネ君です。ただね、最初は3割4割ぐらいしか勝てなかったです。本当になんか弾も出ねえし、あさっきの方リベンジしましょう、さっきの方リベンジしましょう、押してこ。で勝てな、3割4割しかなくて勝てなくて、あとはバージョンアップが毎月あったじゃないですか。それでねなんか定法まあ弱くなったんですけど、あーキツネさん回答ありがとうございます。それだけで十分ですか。はい、キツネさんです。なんかね向いてる向いてないはね、やっぱキツネ君が見て判断してくれました。あとは自分がこうランカーになりたい、あとはなんか大会に出たいっていうところを言ったら、やっぱりじゃあ大会出ますかみたいな感じで、そこまでいろいろ教えていただいた感じです。私が力添えいたします。だからねボロクソ言われたりもしましたよ。自陣に部隊を配置してください。こう自分のね思ってることと全然違うんですよ、トップランカーの人たちは。なんかなんでボディで体でぶつかってから離れて打たないんですかってしょっちゅう言われてたんですけど、まあね言われてわかるんですけど、そんなね簡単に打てないんですよ。分かってはいるけど、使用する方法を選択してください。ね、これ今度どうしよう。でも負けたくないから先制待機飲んでいこう。向いているデッキ、向いているデッキプラス楽しいデッキですね。それが大事だと思います。ただねあんまりこだわっちゃうと勝ちたいんじゃないんですかっていう感じで言われちゃうと、ちょっと打ってくる部分があるんで、だから勝ちたいんだったら強いデッキやった方がいいんじゃないですかってよく言われたりもしたんですけど、崩します、したいならね。でもやっぱみんな勝ちたいじゃないですか、やっぱゲームやってる以上。自分もそうなんですけど、あこれやばいんじゃない。大丈夫、あーよかった、自分が楽しいのが一番。あーそうです、でも自分が楽しいのをやりすぎるとなんか周りがいなくなります。なんだよお前自分だけ楽しがってんじゃねえかよ。あー順で飛んだ、オッケー。そうするとそうきますか、そうしますと、そうするとあーこれこう来るのね、来てる、これ上行こう、見せてね、 OK、 やばい、容赦なく全ての敵を撃て、てめえ、いける、蹴散らせ、貫け、これもう一発入るから。見せてね。
これ縄文入ったらでかくない？行きますか。縄文右入る。近づいてこない。今度こそ転身サイト、俺の転身サイトに行って。これで終わりだ。うん、これギリギリまで粘って内乱取って半分取ればだいぶいけんだな。内乱取って見ててね。強敵だな。さっきと同じパターンじゃん。これで怖くなくなったぞ。こら、止まりなさい。え、こういうのはね、望んで、こういうのはね、楽しさを、いや、でもね、気持ち、気持ちで言うもん。いけ。よし。俺には見える、全部黄色いバーが。よし。画面切り替わったら転移をやって、この程度じゃ左目の映しが収まらねえ。はい、お兄ちゃん、貫け。始めよう。とっておきの時間ということは、剣の雨も矢の嵐も我が輩を撃つことはできる。はい、そうだよね。家計こそ孫悟の戦の真骨頂。殿、ご無事で。ご無事で。これ14使った。14使った相手が554だから横島なものには屈しません。じゃあ最後同じぐらいで打てるのか。まあいいや。私に任せて。仕留める。え、そんなに、これそんなに下まで行く？お披露目する時ですね。あ、そういう、そうだよね。そんな、そんな世の中じゃやばいよね。間に合わないか。そうですよね。あー、全然大丈夫じゃない。ほい、貫け。打ち合わせ。自由を磨き、決戦に挑むのです。まさかのだよね。左は倒せる。全ての敵を左倒せるから、ここ、いや、全員だね。あの、2を引こう。なるほど、そうきますか。はい、今だ。暗闇貫け。
散らせ。すら。裏抜け。蹴散らせ。やるしかねえか。はい。危ない。なんとかリベンジできた。おうよ。任せな。私に任せて。私も戻った。オッケー。なんかそうですね。でもやっぱり1000回2000回だとね、強くないなと思いました。自分もようやく手法2000回ぐらい使い始めて目覚めた感じです。今だってもうちょっとで4000回ぐらいか。それまではね、何でも負けてました。牙とか当たるともうすごい嫌だみたいなあったっすけど、コンチクショーと思わずやってます。苦手なのは進軍しますか、前突ですかね。マッチングエントリー中です。前突と闘神はワンのチャンもないから、そうだね。あとはね、毒の舞か。毒の舞と大流星は自分賞金型なんでだいぶきついっす。だいぶきついっすか。はぁーって感じ。ただね、賞金にするとさっきみたいに攻め込まれた時武力発2枚で守れるから、そういうところですかね。獣優の時はショーンがいいなと思います。やっぱり。勝利を確定させる武将を選んでください。そっか。あとは足が速くなる系は辛いかな。そう。ただなんだかんだ言ってこのデッキだと賞金一番使ってる感じですね、回数的に。だから賞金をもっと愛さないと。私が力添えいたします。いけないですね。最近はね、賞金が開いてきました。賞金ね、速度もあるんですけど、速度も強いなと思いました。速いんですわ。これは今日の方、はじめましての方、押してこ。これバキ回復するバキか。回復するバキは55で来るとやだね。さあ2体掛けはだいぶきつい。そうならないように、勝機を覚醒させる武将を選んでください。こちらでよろしいですか。大丈夫。自陣に部隊を配置してください。私力添えいたします。でもあれだな、天気バラバラだからいけそう。7で行った時にどうしよっかな。天数待機の方がいいかな。待機で兵力か。兵力だったらいっか。兵力どうしようかな。決まって戦うか。ここに出す。こうやって攻め込まれちゃったらその時はその時か。使用する宝具を選択してください。何にしようかな。サイキリにしようかな。サイキリにしましょう。こちらでよろしいですか。先週サイキでもサイキでもよかったけど、なんか事故りそう。みんなの未来は夢や希望でいっぱいなの。左か右。はい、右。左は行こう。止めるあ、
対抗するか。これはちょっと厳しいかもしれない。されちゃいそう。いや、やばいやばいやばい。そういうキック出ちゃうの？これやばいね。ここでバッチリ決めなきゃな。負けたくないスケープ。危ない。我が部に挑むならば何度でも相手しよう。危ない。容赦なく全ての敵を撃て。蹴散らせ蹴散らせ。すら撃つ。こんな時に病なんて。行くよ。仕留める。間に合わないか。さあ、私たちの戦いが始まる。蹴散らせ。お姉ちゃん。大きな解放。マスター引き際が感じるか。蹴散らせ。これで終わりだ。そうよ、任せな。私に任せて。自己しまなものに屈しません。行くよ。とびっきりの刺激をあげる。え、こういう、いや、死なないんだよね、それだと。さあ、私たちの戦いが始まる。これもしかして本社入ったんじゃない？突撃入れたら相手。わかった、ラッキー。我らの勝利だ。今後の旗を高らかに掲げよう。ラッキーが起きました、ラッキーが勝った。
チャン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 。あ、バルキタ、この予約の順速カツカツはね、ちょっと内緒、見えなかったことです。ちょっと両替してきます。後悔はさせん。お待たせしました。まあまあ両替しておきました。スイカジュース買ってきましたね。マッチングエントリー中です。よし頑張ろう。暑いけど気持ちはね。あと4連勝すれば1個増えるのか。頑張ろう。対戦相手が見つからなかったためコム戦になります。意外とマッチしないな。挑戦者現る。てか、あ、これも苦手なカードだけど押してこ。よし。これもね、ゴードなんですよ。待機選べないんですよね。勝機を覚醒させる武将を選んでください。待機の方がいいのかな。こちらでよろしいですか。大丈夫。自陣に部隊を配置してください。私が力添えいたします。いや、むしろさ、これゴードですね。これも速度つけないと。頑張ります。じゃあ燃やせ。その身に流れる。そんなに自分の中では相性いいとは思ってないですけど、悪くないですね。いいですね。6で来ない、6で来ないから上がりますよ。6で来ないってことはこっちが6であれだね、打ち合えるね。7で7で打ち合いましょう。7で打ち合うしかない。さすがに仕留める。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 
じゃあこれ何も落ちたくないね。オーケー、これ何も打たなくて守れそう。ああロッシュのところは良くない？ロッシュのところは良くないけど、はあ、見ててね。下がって、はあ、下がって整えていきましょう。はあ、そうだ。見ててね。見ててね。対戦するか。内乱取れる。内乱取れるし行こうか。はい。はい。容赦なく全ての敵を。向こうで2連打で戦おう。待機だったら上がる。待機っぽいね。今日を守るために。待機だったら下がろう。はい。そこで打たないと、そこで打たないとならないんでしょう。忘れるでしょ。勇気を力に、うん、進め。僕らが協力すれば怖いものなしです。貫け。接近されたか。自由を磨き、ハルトロ決戦に挑むのです。容赦なく全ての敵を撃て。オーケー、もう2連打いけるから、たくさん2連打だから問題ないですよ。で、これで守って終わりか。 OK ですね。張り切いたら切れるから、ここで天下を動かせる。
なんだよ、カードうまくいかねえ。待ってね、仕留める、見せてね。オッケー、買おうか。この人にこれされるんだけど、別に勝ってる時も負けてる時もいつもされる。他の人してこないのにあの人だけなんだよな。チャーハンさん、オーケー、久しぶりチャーハンさん。あ、チャーハンさんも増えそうなところにいる。ちょっとおさしていただくよ。私が力添えいたします。燃やせ、その身に流れる虎の血を。内反取れちゃったりする？内反取れちゃうんだよな。行くわ！仕留める！仕留める！仕留める！間に合わぬか。踏みにじる。行くわ！蹴散らせ！見ててね！反撃開始！あとはジュンイクがいるから、ジュンイクをカバーしながら行きましょう。お前も来い。おうよ、任せろ。待てね、スラッカー踏みにじる。関係されない。容赦なく全ての敵を撃て。
せ。これで終わりだ。蹴散らせ。この五体引き裂かれようとも不滅なり。あら、接近されたか。ちょっと分かった。孫悟を背負う将軍らしい活躍だったろ。汗握る戦い。こういう勝ち方が大事なんですよ。勝てばいいんす、勝てば。やったー。泥試合。よし、ありがとうございますよ。君の勝ち。よし、あと、今日はすみません、急ですか。あとワンセットで帰ります。さすがに予定を、あと1回勝ったら増えるから、それで帰りたい。カードを登録してください。マッチングエントリー中です。
手が見つからなかったため、コム戦になります。挑戦者、アラワル。なんか辛い旗。辛いけど押してこ、最後。連勝してるし。これ辛いな。勝機を覚醒させる武将を選んでください。大丈夫。知人に舞台を配置してください。私が力添えいたします。こうだね。はじき強そうだね。使用する宝具を選択してください。増援で行くしかないかな。増援勝ち玉がいいな。増援で取ろう。なんか待機だとね、燃やせ、何もなさそう。その身に流れる虎の血を。ずっと呂布やられて。じゃあちょっと望んでないんだな。俺が相手だ。オッケー。オッケーでしょこれは。
と休みとは。見せてね。蹴散らせ。一発入ってます。接近されたか。これ撃ったら止まるよ。自由を磨き、決戦に挑むのです。家計こそ孫悟の戦の真骨頂。オッケー、あたしに任せて。そうよ、任せな。反撃開始。ちょっと呂布が微妙に早かったんで助かりました。ラスト1回ですね。負けても勝っても終わりでございます。進軍しますか。マッチングエントリー中です。対戦相手が決まりました。これも多分あれかな。あ、ネズミさんどうも。Oh.
数をこれも押していこう。10連勝目指しましょう。頑張りましょう。勝機を覚醒させる武将を選んでください。こちらでよろしいですか。大丈夫。自陣に部隊を配置してください。私が力添えいたします。これ両サイド行く。これこうだね。じゃみんな体張ってこう。使用する宝具を選択してください。これもゴード速度だ。これはゴードで。こちらでよろしいですか。ゴードじゃないと多分ね勝てないと思う。みんなの未来は夢や希望でいっぱいだ。はい、今これまずは伏兵処理です。あれ、なんだろう、マックスでしか来ないの。これは下がりましょう。全部出ました。全部出ました。全部出た場合は そういうことか。倒されてもいいから。貴様覚えたぞ。でこれ下に行かないと登場するでしょ。仕留める。まだそこか。お前も来い。変身きつね。これがきついんじゃない。これだって出てこないんだけど、多分出てこない。支配してやる。負けパターンだね。お
あーもう無理、しまおう、終わろう。全身サイズね、同じ場所を目指せるように導くだけだ。全身サイズは無理だ。征服してやる。やっぱりあるのね。はい、全然違う。割りましょう。時代に操る。これどうしまえばいい？こうか。そう生きり立つんじゃない。うん。これはうまかった。これはお上手だった。リブの転身再起ね。参りました。活躍したのは猛将たちだ。相手が強すぎた。俺は何もしとらんよ。勝っても負けても終わりだけど、なんか後味悪いなこの負けは。帰ろう。でもなんかいいや。はい、では本日のご視聴ありがとうございました。ちょっとねやっぱりダメでしたね。また時間があるとき見に来てください。やだ怖い。諦めます。あ、わざわざさん、お疲れ様、ありがとうございます。こんなんですけど。いやね。不思議なものね。厳しいね、今のは。アイニーと武将カードを取り忘れないよう、お気をつけください。どっしり構えられちゃうときついから、やっぱ、1回目で行くしかないのか。ちょっと工夫してみます。次はちょっと転身から打たれちゃうと。5度からでしたね。じゃあお疲れ様でした。